今の角度が基本になって、このままだとどうしてもこの振ってるうちに肩関節が固まってくるので、ストレッチ的な要素として背中までつけてやる。そうすると肩が大きくよく使えますから、背中までつけたらまた先ほどの位置へ、頭の上通って先ほどの位置へ通って降りてやる。これが一番さらに大きな45度から背中をぶつけるようにして持ってやる。こういう方法も効果的。うちは肩関節をより柔らかくするのでことを目的にするんで、背中までつけさせますけど、背中までつけることが目的化して、この手が緩んでいくらぶつけてもこれは今言った軌道で降りてきませんから、左の手がきちっと額の上を通って、額の上を通過して前方に伸びて降りてくる。これがその場上下振りの基本的な考え。